字幕「実母と言い名付けと」と2人の夫人を絞め殺した怪事件の嫌疑者五一郎明治40年11月20日生大正15年10月19日九州帝国大学精神病科教室附属強靭解放治療場に起きて撮影説明まず最初にご紹介いたしまするこの事件の若い主人公すなわち最善 小手帳としてお目にかけました10名の狂人の中でも老人の旗討ちを見物いたしておりました青年の正面向きの大写しでございます。字幕に表しました通り名前を五一郎と申しまして当年撮り手二十歳でございますがご覧の通り男が見ましても吸い付いてみたいほどの初う々いういしい美少年でございます。ところでこの事件の内容に立ち入りまするに先立ってなぜに事件の主人公の顔を かように大内氏にしてご覧に入れたかと申しますと、他の理由でもございませぬ。この少年の骨相がこの事件の根本を支配いたしております。心理遺伝と重大な関係を持っているからでございます。ご承知の通り、骨相学と申します。のは目下のところまだ純正な科学とは申し兼ねるのでありますが、しかし、その中のある部分部分は確かに実際と一致することが判明いたしておりますので。 正木先生はかようにして、新しい精神病患者の顔を見るごとに、その骨葬を詳細にわたって研究されまして、その血液の中に、いかなる人種の特徴が混入しているかを、怠らず調査しておられるのでございます。還元いたしますれば、一切の人間の心理遺伝は、その近い先祖たちの各個人個人の特徴を表すと同時に、ずっと大昔の野蛮未開時代に、 各方面から入れ混じってきた各人種の心理的特徴をも合わせて表しておりますので一口に日本と申しましてもその骨葬と性格の中には猛虎インドマレーナオフトシラテンアイヌスラブ等の各民族の風采と性格が切っても切れない因果関係を持って結ばり合いつつその人間の特徴を作り出しているのでございます。 すなわち人間の骨葬というものは、その先祖代々の血統の縮図。また、ある一人の性格というものは、その人間の先祖代々の精神生活の凝り固まりとも考えられるべきものでございますから、そのような点を考慮いたしまして、その人間の表面的な性格はもちろんのこと、本人自身にも着付けれずにいる、隠れた性格を探し出して、 そののの人間の発狂の状態と照らし合わせるととといいうここは研究上誠に必要なことでございます彼の愛犬家や相馬家が市場に並んでいる動物の顔つき毛並み骨格などをただ一目見回しただけでその血統や性質習慣または隠れたる性癖までも星を指すごとく言い当てるのはこの原理を動物に応用したものにすぎませぬので。 将来の探偵術や法医学者の研究はぜひともここまで突っ込んでこなければ嘘であるという確信を正木先生はずっと以前から持っておられるのでございます。そこでその正木先生の診断メモによってこの少年の骨葬を解剖的に説明いたしまして引き続き暴露いたしてまいりますものすごい事件の特徴と対照していただくことにいたしますとどなたでも第一に気づかれますことは この少年の血色が日本人としては白すぎることでございます。ご覧の通り、頬にポーッとくれない味がさしておりますのは、まだ童貞でいる証拠でございますから、除外するとしましても、その皮膚に現れた日本人独特の健康色の下をリュールル透明な乳白色は、明らかに白石人種の血がこの少年の血統に勝っていることを推定させますので、しかも、そうとしますればよほど以前に、 少なくとも一千数百年以前に天山山脈を越えて品地方に入り込んできたもので処意個人と称せられているものの血が加わっていたものが現代に起きてこの少年の骨葬上に復活したものではあるまいかということが後に出てまいりますこの少年の祖先に関する記録によって推測されるのでございます。次にこの少年の骨葬の中で純粋に猛古人種系統を代表いたしておりますのは。 素直な黒い発毛の生え際と鼻の中の内部の形だけであります。この少年の鼻の穴は曲がりが少能ございますので、機械で覗きますと一直線に奥までわかる。お笑いになってはいけません。これは遺伝学上から申しましても大切な調査なので、もし白人の系統を引いた鼻の穴だと、恐ろしく曲がりくねっているのでございます。さて、以上の猛古人系統の特徴を除外した。 この少年の骨葬をよくよく観察いたしますとそこにあらゆる偉人種系統の寄り合い所帯が発見されるのでございます。まず大体の顔の形はラテン系統の膨らみを持った卵型でありますが眉とまつげが絵筆で描いたように濃く長くて目の縁のクマがどことなく青ずんで見えまするところは何といってもアイヌ式であります。また鼻の外見的な格好は純然たるギリシャ型で。 頬から出かけての放物線と小さな薄い唇がはっきりと波打っている格好を見ますると我国の古い仏像などに残っているアリアン系統の手法を連想させますがよくご覧ください「心持ち薄い」の中央に北欧人種式の凹みがありますから「頬の笑おうがルビーならの笑おうはダイヤモンド」と申しますあれで男にはあまり必要のない美的要素でございますが ご覧の通り微笑を含みますと一層よくわかるのでございますがところでかように一人一人の人間の骨葬を調べましてからその人間の特徴と照らし合わせてみますと誠によく一致いたします。その中でも一番よく一致いたしますのは性癖その次は趣味その次が才能という順序になっておりますようですなわちこの少年は日本人式の順良さとアイヌ式の尊数心と ラテン人種式の頭の良さとを同時に持っているのでございますがそれがまたあの通りうっとりとしたまどかの仕方でもお察しできますとおりにどことなく北欧人種式の隠遁的な高価な気風によって包まれておりますために表面にパッと現れていないのでありますつまり一口に申しますとこの少年はどちらかといえば年齢の割合に落ち着けた物静かな性格と見るべきでございましょうしかるに そのような表面的に冷静な性格が一丁にして心理遺伝の暗示によって撃破転覆されてしまいますと今まで内部に潜み流れておりました大陸民族式の想像も及ばない必要深刻かつ凶暴残忍な血が、に表面へ踊り出して摩訶不思議な大活躍を演ずることに愛せいましたのでつまりただいまからご紹介いたします。 空前絶後的な怪事件の真相と申しますのは、要するにこの少年の鼻の穴の中に隠れておりました猛虎人種系統の心理遺伝が、一時に暴れ出したものと、お考えくださればよろしいのでございます。なおまた、この他に、この少年の骨葬の中には、見逃してはならぬ大切なものが残っております。それは一面に極めて楽天的な、呑気なところがありながら、ちょっとした刺激や、 わずかな環境の変化にもすぐに感激興奮してあたり構わず笑ったり泣いたり怒ったりする一口に申せば極めて気の変わりやすいフランス人みたいな性格を象徴している純打天型の薄い子を持っていることでありますがしかしこの特徴もこの少年の平静の性格にはあまり表れていないようであります。やはり前に述べました極めて明晰な頭脳と、 エンジン的にはにかみがちな性格に押さえつけられているらしく思われるのであります。とは申せ、随分と著しい特徴でありますから、この少年が解放治療所に参りましてから後の長い長い心理遺伝の発作の途中、もしくはその回復期に起きて、いつかはそうしたこの少年の,の性格、感傷的な、もしくは劇場的な気質が現れるに違いないであろうことを、 まさき博士は楽しみにして待っておられた次第でございます。以上述べましたところで、このご一郎と申す少年の骨相は、あらかた、お分かりになったことと存じます。かようにいろいろな人種系統の特徴を、造花の神はいかにして、これほどまで淡麗明瞭に、かつ、純真微妙に取り合わせたかということを考えますと、誠に気味が悪くなりますくらいで、科学の権威とか、 人知の進歩とかを一枚看板にしておまんまを頂い,いております私どももこうした生きた芸術の傑作に接しましてはただ気を飲み声を飲んで頭を下るよりほかに胸肩がないのであります次にはこの少年の心理遺伝を中心とする事件の推移がいかに危機快快なるプロットを持て正木博士の眼界に「おっと違った」「う博士が自分の頭蓋骨と名付けくる天然色」 浮き出し、発生映画撮影機のアンバコに取り付けている2つの眼球のレンズと左右の耳たぶのマイクロフォンにいかなる順序でそうした事件の推移が因果されてきたかということをその順序通りに回転していくフィルムに行って説明してまいります。 説明。現れましたる映画はご覧の通り隅から隅まで、どこがどこやら、何が何やら分かりませぬ、漆のような暗黒な場面でございます。従って説明のいたしようもないわけでございますが、しかしよくご覧ください。ジュスかビロードか、アンヤのカラス模様かと思われるほど真っ黒いスクリーンの左上の隅に、ほとんど見えるか見えないくらいの穂の青い、ホタルのような光の群れが、 不規則な玉木の形になって漂うているのが、お目に留まりましょう。あれは最近大流行をいたしておりまする猫いらずで自殺を遂げた芸儀の胃袋の中のものが、少子の皿の中から輪行を放っているのでございます。あれをお認めになりましたならば、賢明なる諸君は、もはやこの暗黒が、尋常一様の暗黒でないことを十分にご推察になったことと信じます。すなわちこの暗黒は、九州帝国大学。 法医学教室の一偶にある、死体解剖室内の暗夜の状態を、すぐ横の階段下の物置から、天井裏へ潜り込んだところにある、板の隙間から覗いている光景でございます。この天井裏の覗き穴は、よく出馬かめ心理に囚われた小遣いや、または好奇心に駆られた新聞記者などが、こっそりと死体解剖を覗くところでございますが、よほど古くからあるものと見えまして、穴の内側のところが、 爪やナイフで Y 字形に削り広げられておりまして少し顔の向きを変えさえすれば部屋の下半分の隅々までも手に取るごとく見回されますのみならず少々窮屈ではございますが物置の棚の上に足を伸ばしますると三等列車に乗ったのよりもずっと楽な気分で寝ていることができますから誠に重宝で県の輪行を放っておる不浄な皿は 実は向こう側の隅の机の上に置いてあるのでございますが、真上から見下して撮影いたしておりますために、あのようにフィルムの髪型に見えておるのでございます。なおこの室内にありますものが、あの皿一つでないことは申すまでもありません。しかも両側の窓のよろいどや、入り口の扉が固く刺されておりまするために、この部屋の暗黒の度合いは極めて深くなっておりますので、 あのお物の輪行がかろうじて認められます以外には何一つ発見できませぬ。どこかで死、銀と湯が湧いているような死んだような静寂のうちに、正木博士撮影の天然色、浮き出し、発生映画のフィルムはただ、漆のように黒く、時の流れのように冷やかに流れていくばかり、五十尺、百尺、二百尺、三百尺。そもそも正木博士は、 何の必要があってかご苦労千番にもその掃除双眼式天然色浮き出し発声映画の撮影案箱をこの解剖室の天井裏まで担ぎ上げたものであろういかなる目的の下にかようななじらない暗黒の場面をいつまでもいつまでも辛抱強く凝視したいな撮影し続けたものであろう堂々たる大学教授の身分でありながら ようなネズミと同様の所業に浮き身をやつすとは何という集態であろうと諸君は定めし不審に思われるでございましょうがこの説明は後になってから自然とお分かりになることと存じますからここには略させていただきます。字は大正15年4月26日の午後10時前後「五一郎の心理遺伝」を中心とする怪事件が勃発いたしましてから約20時間後の光景。フィルムは依然として真っ黒なまま 冷やかに滑っております。500尺、800尺、1000尺、1500尺。画面の静けさと暗黒さとは以前の通りで、ただあのお仏の輪行が、次第に青白く、明瞭の旅を加えてくるばかりであります。折しもあれ、この教室を包む一棟の中の、はるかに遠くの小遣い室で打ち出す時計の音が、影にこもって、一つ、二つ、三つ、冒 11時を打ち終わりますと同時に目の前の暗黒の中で何かしら分厚い大きな木の箱を閉ざしたような音がバッタリといたしますとまもなくパーッと大光明がさして目もくらむほどギラギラと輝くものがそこいら中一面に揺らめき現れましたそれはご覧の通り部屋の中央に近く 4つほど吊るされております二百触光の電球のスイッチが最前からこの部屋の中に息を殺していたらしい人間の手で次から次にひねられたからでございますがよく目を留めてみますと「おおその室内の光景のいかに物々しいことよまず第一に視神経を吸い寄せられまするのは部屋の中央を楕円形に区切って気味の悪い野白色の光を放っている解剖台でございます」。 この解剖台は元来見事な白大理石でできているのでございますが今日までにこの上で数知れず処分されました死人の血とか死亡とか赤とかいうものが少しずつ少しずつ大理石の肌目に染み込んでかような陰気な色に変化してしまったものでございます。その解剖台上に投げ出された黒い王子型の木枕に近く。 映画面の左手に当たってギラギラと目もくらむほど輝いておりますのは背の高い円筒形、ニッケルメッキの湯沸かし器でございます。これは特別注文の品でもございましょうか。欧州中世紀の巨大な寺院、もしくは牢獄の模型とも見える円筒型の塔の無数の窓から、糸のような水蒸気がしみじみと漏れ出している光景は、何かしらこの世ならぬ場面を連想させるに十分でございます。それから今一つ。 はじめの中はちょっとお気がつきかねるかもしれませぬが、やがてなんとなく異様に目に映ってくるであろうと思われまする品物は、右手の窓の下に、壁に接して横たえられております、長方型の大きな箱でございます。その上に白い布が覆われているところを見ますと、かさ様、これは死人を治めた値段に相違ございますまい。最も死体解剖室に値段といえば、必然すぎるくらい必然的な取り合わせではございますが、 それがなんとなく異様に目を引きますのは、その上にかかっております。白い覆いが、高価な絹地らしい、上品な光を放っているせいでもございましょうか。これは余談かもしれませんが、このような立派な値段が、包位の解剖室に運び込まれるようなことは、まずないと申してもよろしいくらいで、大抵の場合、待つか何かの薄い荒い稼に、白木で番号を書き放した程度のものが多いのですが、 そうした解剖台と湯沸かし器と白い値段と3通りの異様な物体の光の反射を四方八方から取り巻く試験管レトルトビーカーフラスコオービン小瓶刃物等のおびただしい陰影の行列その間に散在する金色銀色白黒の機械器具のとりどりさまざまな格好や身構え 床の上から机の端、棚の上までひしめき並んでいる紫、茶、乳白、無色のガラス鉢、または暗褐色の陶器の壺、その中に盛られている人肉の灰色、骨のコバルト色、血のセピア色、それらの全てが放つ眩しい、冷たい、刺すような、切るような、くじるような工房と、その異形な投影の交響学が作る、 身に染み渡るような静寂さ。しかも見よその光景の中心に近く白衣に包まれた値段と白大理石の解剖台の間からすっくりとつつ立ち上った真っ黒な怪人物の姿頭も顔も胴体もことごとく開口色のゴム布で包んで手にはやはりゴムと絹の二重の黒手袋をまた 両足にも寒いの魚夫が履くような巨大なゴムの長靴をあなぐっておりますがその中にただ目のところだけが黄色く縁取られた透明なセルロイドになっております姿はさながらに死人の心臓を取って食うという魔性のもののような物々しさまたは藪の中に潜んでいる黒蝶の小虫を何万倍かに拡大したような麦味さのみならずあんなに高いところにある電球のスイッチを 楽々と手をのしてひねっていったその素晴らしい背丈の高さこう申しましたならば諸君はお察しになりましたでしょうこの怪人物こそは彼の有名な血液による親子の鑑別法の世界最初の発見者であると同時に現在精神科学応用の犯罪とその証跡と題しまする空前の名著を起草しつつある現代法医学会の第一人者若林京太郎氏その人であります その名法医学者若林京太郎氏はただいま申しました五一郎少年の心理遺伝を中心とする精神科学界空前の大犯罪事件が勃発後約20時間を経過いたしましたこの進行になりますと何らかの仕事をすべくこっそりとこの解剖室に入りましてかように物々しい準備を整えたまま時計の針が11時宿直の委員や 当番の小遣いが寝静まる時刻を指すのを今や知事と待っていたものであることが現在の状況によってお察しできることと思いますがさて火曜に伝統をつけてみますとなんと諸君ここにまた一つ奇妙な事実が現れているのにお気づきになりませんかこの部屋の内部の状況はご覧になりまする通り初めてのお方にとっては何一つとして奇怪でないものはない無気味でないものはない と思われるのでございますがそれでも今までご覧になりましたところによって若林博士は何かしら解剖代に向かって仕事を始めようとしているのだなとかその仕事の材料になる死体は多分あの値段の中に収まっているのだなというぐらいのことはもはや十分にご推察になっていることと思いますしかしもし作用といたしますればその若林博士の助手となるべき人間が この部屋の中に一人も見当たらないのはどうしたことでございましょうかかような死体の解剖には大抵の場合何等かの意味で一人か二人の人間が立ち会っていることはほとんど原則とも言うべき通例となっているのでありますがにもかかわらずご覧の通り若林博士はそのような人間を一人も室内に近づけていないところを見まするとなぜか判明いりませぬが若林博士は 今夜に限ってたった一人である重大な極めて秘密の仕事を決行せねばならぬ必要に迫られているのではありますまいか否解剖台の前後にある2つの扉の双方ともに鍵を差し離しにしている事実に照らしますと無論そうでなければならぬ普通の事件で持ち込まれた死体の解剖や懸案などとは違った非常的な秘密事項が今夜の仕事に含まれているにそういないということが 明らかに推測されるでございましょう。と思ううちに、部屋の隅の洗面器のところへ行って、手袋を埋めたままの両手を念入りに洗ってまいりました若林博士は、やおら身をかがめまして、値段の白いを取り除けて、これとてもこのような室にはめったに見受けられぬ。分厚い白木の棺の蓋を開きますと、中から一個の清掃した少女の死体を取り出しました。前からの説明をご記憶の諸君には。 もはや、この少女が何者であるかという、あらかたのご推察がついていることと存じます。この少女こそは、前回にご紹介いたしました本事件の主人公、ご一郎の花嫁となって、過食の天をあげるばかりに愛なっておりましたその少女で、名前をクれもよコと申します。当年とって17歳に愛なりまする絶世の美少女でございます。その言い名付けになっておりまするご一郎、K.C. 会社の超特策は、超時代的、超常識的、精神科学映画、狂人解放治療の主人公たる無双の美少年俳優の相手役となりまして、互いに、あらゆる精神科学的の曜日と、旋律とを描き出すべきそのエース花形女優は、かくしてとりあえず、値段の中の死体の姿となって、諸君にお目見えをする次第でございます。当年流行の新月食に、 目もまばゆい春霞と、御用の松の刺繍を浮き出させた打ち掛け。紫地、羽二重の千羽鶴、裾模様の振り袖三枚重ねの、まだしつけのかかっているのを逆さに着せて、金銀の地紙を織り出した糸錦の、これも仕立て下手おろしと見える丸帯でぐるぐるぐると棒巻きにしたまま、白木の値段に収めてある。その異様な美しさ、痛々しさ。 この事件の並々ならぬ内容が伺かがわれますばかりでなくそうした死骸をこうして棺に収めた人々の思いまでも察せられましてそぞろに胸が塞がるばかりでございますしかしもはや既に学術の権下とも言うべき心理状態になっているらしい若林博士はそんなことを気にかけるような態度を微塵も見せませぬ衣装なんぞには用はないというふうに極めて無造作に打ちかけと帯と 振り袖の三枚重ねをつかみのけて、棺の傍らに押し込みますと、その下から現れましたのは、素剣に覆われました顔、合掌した手首を白木綿で縛られている清らかな二脳で、紅友禅の長寿番、ひかのこ絞りの小機体、燃え立つようなひじり面の湯文字、白旅を履かされた白い足首、そのようなものがこうした死体解剖室の冷酷、残忍の表現そのものとも言うべき機械。 狩狩狩の物々しい配列と相対称して一種形容のできないむごたらしさと生めかしさとを引きはえつつ黒装束の腕に抱えられて高校たる伝統の下に引き出されてまいります中にもひときわものすごくもまた哀れに見えますのは竹なす黒髪をみずみずしく引きはえてぐったりと名目している少女の顔に乱れ残った厚化粧と口紅でございますそうしておう あれをご覧なさい。あの襟化粧をした警部の周囲に、生々しい反転となって群がり残っている考察の痕跡。紫や赤の段ダラをたたんでいる作工を、それを静かに、大理石の解剖台上に横たえました。黒怪人物の若林博士は、やはり何の容赦もなく、合掌した手首の白木綿の金箔を引きほどき、ヒのこし絞りの小機体を解き放って、 長寿番の胸をぐいぐいと引きはだけました。そうしてさすがは視界の権威とうなずかれる主練さと周到さをもって、一点の曇りもない、霊老玉のような少女の全身を、残るくまなく検査してしまいましたが、やがてほっとしたように肩で息をつきますと、両腕を高やかに組んで、少女の死体をじっと見下したまま、真っ黒い鉄像のように動かなくなりました。この深夜に、かような場所に起きて、 世にも稀な美少女の死体とこうしてたった一人で向かい合っている黒装束の若林博士は果たして何事を考えているのでございましょうかこの少女の死に絡まる残酷ときっかいを極めた事情を死体を前にしつつ今一度考え直してそこに博士独特の凍結、鋭利なる観察の焦点を発見すべく苦心惨憺しているのでございましょうかそれともこの死体が この教室に起きていまだかつて発見されたことのないほどに無残な美しくしさと深刻な艶やかさとを表しておりますために生涯を学術のために捧げている独身の同博士も思わず行善恍惚として何らかの感慨無量に及んでいるのでございましょうか。いやいやそのような想像は厳正秀密なる銅博士の平贅の人格に対して敬意を失するゆえんでございますから。 ここれ以上に深く立ち入らぬことにいたしますとやがて突然我に返ったようにハッとして誰もいないはずの部屋の中をぐるりと見回しました若林博士は黒装束の右のポケットに手をつつこんで何やら探し求めているようでございましたがそのうちにふとまた思い出したように値段の箱に近づいて美しく堆積した着物の下から子どもの玩具ほどの大きさをした黒い ラッパ型の筒を一本取り出しましまたこれはこの不死の医者はあまり用いませぬ旧式の聴診器で人体内のごく微細な音響まで聞き取ろうといたします場合には玄関のゴム管式のものよりもこちらの方が有利なのでございます。若林博士はそのラッパ型の小さい方の一端を少女の死体の左の乳房の下にあてがいまして他の一端を覆面の下から自分の耳に押し当てて。 一に超神経を集中していいるようでございます死体の心音を聞くおおなんというきっかいな若林博士の所業でございましょう見ている者の,の胸の方がかえっておどろおどろしくなりますくらいでけれどもご覧なさい若林博士は依然として旧式聴診器に耳たぶを押し当てたまま片手で解剖器の下から銀色の大きな懐中時計を取り出して一心に凝視しております 確かに心臓のの鼓動音が聞こえていいるのでございますすなわちこの解剖台上の少女の肉体はまだ生きているに違いないのであります。そういえば最前若林博士がこの少女の全身を検査した時に死後相当の時間を経過した死体の特徴としてどこかに是非とも現れていなければならぬ薄青い死範がどこにも影を見せなかったまた強直した模様もなかったところを見ますると。 多分この少女はあの値段に収まっているうちからいなあの棺箱に収められる以前から死んではいなかったに違いないということが考えられるのであります。警部の周囲には歴然たる作行、考察の痕跡を止めたまま。なんという不可思議な出来事でございましょうか。しかし若林博士は格別驚いた様子も見せませぬ間もなくステトスコープを耳から離して。 時計と一緒に直帰のポケットに突っ込みましたがいかにも満足そうに2つ3つ大きくうなずきながら改めて少女の姿を見下しているのでございますこうした態度から察しますると若林博士は一番最初にこの少女の死体を検案いたしました時からこの少女が医学上ケウとされている過死状態に陥ったものであることを早くも看破していたものと見えますもちろんそれは その以前に馳せつけたであろう付近の医師や警察医が十分に診察を遂げた後のことでなければなりませぬが、それにもかかわらず、歌詞であることを確認いたしましたのは、いかなる点に着眼したものでございましょうか。しかも、その上に、その仮死体を、いかなる名目の下にかような棺桶に詰めて、この部屋へ運び込ませたものか、のみならずその奇怪な少女の仮死体を、 こうしてたった一人で極秘密裏にいじくり回しているというのは、いかなる理由と目的があってのことでございましょうか。尋ねる様子がもありませぬが、何にいたせ一代の名法医学者、若林京太郎氏のことでございますから、古今東西における歌詞の霊障を、すでに十分に研究し尽くしているのでございましょう。そうしてこの少女の死体が仮死体であるという事実を、 単に自分一個限りの絶対秘密にしておくということが、この空前の怪事件の解決のために必要。やむを得ないであろう何等かの重大な理由を、彼自身に確認しているからのことでございましょう。そればかりではございませぬ。その若林博士が紛争しました。この黒怪人物は、戦国から暗黒の中に潜んでおりました際に、彼の値段の蓋をそっと開きまして、 この少女を過詞状態から覚醒せしむべく、同博士独特の何等かの刺激手段を施しつつ、時々ステトスコープでもって少女の心音をうかがっていたことが、疑いなく察せられるのであります。というのはつい今しがた、その若林博士の黒飼人物が、11時の時計の音を聞いて伝統をつけます前に、何やらパタリと音を立てましたのは、同博士が棺の蓋を閉じた音に違いございませんので。 ステトスコープもその時に着物の下へ置き忘れてきたものと考えられるからであります。が、それと同時に、極めて些細なことではありますけれども、かような大切な商売道具を置き忘れるということは、平成の同博士の極度に冷静、終密な性格から押して考えますと、真に意外と思われる出来事で、今夜の若林博士は、確かに平常と違った心理状態にある。 少なくとも同博士がいかに夢中になってこの少女をこの世に呼び生かすべく暗黒の中で苦心熱中していたかということはこの一字をもてしても十二分に察せられるわけではございますまいかしかし若林博士の手腕がいかに卓抜恐るべきものがあるかということはまだまだこれからおいおいとお分かりになりますので今までのところはほんのひせつに過ぎないのでございます若林博士は 解剖大将の少女が、その歌死状態から時々刻々に見えつつあることを知りますと、ご覧の通り極めて緊張した態度で、左右の手袋を脱ぎました。解剖儀の下にまん丸く膨れております洋袴のポケットにその手を突っ込んで、いろいろな品物を取り出しながら、一つ一つそばの木机の上に並べました。白髪染めの薬瓶と竹の歯ブラシ、三四本の新しい筆、小さな墨汁の釜、 頬紅と口紅を入れたコンパクト、化粧水、カーブラ、クリーム、蓮んおしろいのいろいろ、とうとう、いずれも、かような部屋に似合いしからぬ品物ばかりで、それから入り口に近い棚の奥に隠してありました茶色の紙包みを開きますと、中から白木綿と白ネルの筒袖の着物、安っぽい博多織の腰帯、とこしまき、白い看護婦服と帽子、バンドのひとそろい、 スリッパ、看護婦帽、ヘアピンなどの、いずれも新しいものばかりを取り出しまして、やはりそばのきつくえの上に置き並べました。かような品物は皆、昼間から準備していたもので、多分、解剖大将の少女に着せるつもりではないかとも思われますけれども、何のために、そんなことをするのかということはまだ判明いたしませぬ。次に若林博士は、今一度ステトスコープを取り出して、 少女の心音を念入りに聞き直した上で、向こうの薬棚から小さな茶色の瓶を取っていりまして、その中の無色透明な液体を心持ち顔を背けながら、脱脂綿の一辺の上にポトポトと雫し,しました。それをまだ大白いの残っている少女の鼻のところへ、そろそろと近づけつつ、左手で静かに脈を取っているのでございます。申すまでもなく、これは麻酔剤を吸しているので、 あまり早く少女が覚醒しては困ることがあると見えます。しかしこの少女を麻酔さしておいて、どうするつもりか、というようなことは、やはりただいまのところでは判明いたしませぬので、そうした若林博士の行動ばかりが、いよいよい出て、いよいよきっかいに見えてくるばかり、と思う中に、麻酔剤を嗅がせ終わりました若林博士は、裸けたままの少女の胸をかき合わせますと、 今度はつかつかと正面の薬棚に近づいてその片隅に包んである美濃型日本つづれの帳面を一冊取り出しましたその表紙には死体大腸旧大医学部と大技で解書してありましてその表紙を開くと各ページごとに死体番号受取年月日引き取り人住所氏名引き渡し年月日などいうものが一面に行列を立てて書き込んである上と下に いいちいち若林という経緯が押してありますところでその蝶面の半分に近い書き込みの残っているページまでバラバラと食ってまいりました若林博士はやがて最終から2番目の死体番号414容器番号7と書いたのを指で押さえますとそのまま蝶面をそばの机の上に投げ出しまして長々とした手を差し伸べながら頭の上の200色光のスイッチを4個とも切ってしまいました。 室内は元の通りの暗黒状態に立ち返ったのでございます。しかもこのフィルムの暗黒状態はそっくりこのまま他の部屋の暗黒状態に入れ替わっていくのでございますが果たしてどのような意味の暗黒がフィルムの前途に待ち構えているでございましょうか。暗転暗黒のフィルムが依然として諸君の目の前に連続していきます。10尺15尺30尺50尺 諸君の目の前に凝り固まっていく暗黒の核心に、やがて黄色い、小さい、薄汚れた電球が灯りました。ご覧の通り、どこかの鍵穴から覗いた陰気な室内の光景が現れました。なんと諸君、このような部屋をご覧になったことがありますか右手に見えておりますコンクリートの暗い階段は、この部屋が地下室であることを示しておりますので。 正面に並んだ白ペンキ塗りの十数個の大きな引き出しは皆死体の容器なのでございます。すなわちこの部屋は旧代医学部長の責任管理の下にある死体冷蔵室で真夏の日中といえども寄付が泡立つばかりの低温を保っているのでありますがことにただいまは深夜のこととてその気味の悪い静けさは死人の呼吸も聞こえるかと疑われるくらい。 ここに姿を現しましまた党の責任者、医学部長若林博士が扮しました黒飼人物は室内の冷気に打たれたものと見えましてしばらくの間耐え入るばかりに苦しい咳を続けておりますがそのうちにヨーヨーのことでそれを押し沈めますとポケットから合鍵を取り出して「7」と番号を打った死体容器に取り付けてある堅固な軟禁状を取り除きました。 それから車仕掛けになった頑丈な容器をゴロゴロとあり合う台の上に引き出しましたが一息吐く間もなくやおら上半身を傾けまして全身を包帯で棒のように巻き立てられた少女の強直死体をずるずると床の上に抱え下しました見るとその強直死体は最善の仮死体の少女とは似ても似つかぬ色の黒い醜い顔立ちではありますけれども年格好や背丈肉付き または生え際の具合などはどうやら似通っているようでございます。若林博士は前からこの死体に目星をつけていたものらしくよく改めもせずまたは少しの躊躇も見せずに容器をぴったりと元に服して南京錠を引っ掛けますとその死体を材木か何ぞのように担ぎ上げて一歩一歩とコンクリートの階段を上り詰めながら片手で壁際のスイッチを切って。 地下室の伝統を消してししてままいました。暗転ここでまたしばらくの間暗黒の場面が続くのでございますがしかしお聞きくださいあのおびただしい犬の吠え声をあれは今の死体冷蔵室と法医学教室の裏手に連なる松原の暗黒図体に人目を避けつつ死体を担いでいく若林博士の異様な姿を その松原の付近に設けられている実験用の動物の檻の中から野犬の群が発見して吠え立てているところでありますそれに襲えて狂い回る猿やからの祭いでの叫びのんきな羊やニワトリの類までも目を覚まして声を限りに泣き立ておめき立てているその暗黒の騒がしさものすごさけれどもかような動物どもが騒ぎ回ることはほとんど毎晩と言ってもよろしいので。 誰一人として怪してむものはありませぬまして堂々たる大学の医学部長が自分の責任管理に属する死体をこっそり盗んでいくという前代未聞の怪事実を吠え立てていようなぞと誰が思いを呼びましょう九州帝国大学構内を包む春の夜の闇はすさまじい動物どもの絶叫悲鳴のうちにいよいよとして吹き渡っていくばかりでございますやがてその声が次第に遠ざかって きったりと静まったと思う間もなくまたもパッパッと4個の二百触光の電灯がつきますと場面は以前の法医学の解剖台のところに立ち返ります見ると414号の少女の強直死体はもうコンクリートの床の上に横たわっておりますが一方に入り口の扉を以前の通りに厳重に差し終わった若林博士は解剖台の前に突き立ったまま黒い覆面の上から汗を抑え抑え息を切らしております 大正15年4月27日夜の旧大法医学部解剖室にはかくして2個のの少女の肉体が並べられたことになります美しくよみがえりかけている少女と醜く強直している少女と中にも解剖台上に紅い友禅を引き生えました少女の肉体はほんのしばらくの間に著しく血色を回復しておりまして麻酔をかけられたままに細々と呼吸し始めている。 そのふくよかな胸の皇帝が見えるくらいになっております。その異常な平和さ、生めかしさ、台の下の醜い少女の顔と相対称しておりますせいか、その美しさは一層美しく、ほとんど気味の悪いくらい、あでやかに感じられるようであります。その脈拍を取り上げた若林博士は、時計のセコンドと睨み合わせつつ、麻酔の効果を検診し始めました。その真っ黒い博士の姿が、 心持ち頭を傾けたまま石像のように動かなくなりますとそれにつれてこの室内の空気がそっくりこのまま地下千尺のところにある墓穴のような言い知れぬ静寂に満たされてまいりますそのうちに脈を取っていた少女の手を投げ出して時計をポケットに収めました若林博士はその少女の体をそっと抱え上げて部屋の隅に横たえてある寝段の蓋の上に寝かしました そうしてその代わりに414号の少女の強直死体を解剖台の上に抱え上げて王子型の古びた木枕を頭部にあてがいますと大きな銀色のバサミを取り上げて全身を巻き立てている包帯をブツブツと切り開く片端から取り除いていきましたがご覧なさいその青黒い少女の皮膚の背中から胸へ胸から股へと縦横に叩きつけられている大小腸単色々の傷跡を 王だ擦り傷の痕跡をそれらの褐色黒色暗紙色の直線曲線は腰部に現れている著名な四半とともに高校たる発光下に照らし出されると同時にそのままの色と形の蛇やトカゲやヒキとなって今にも彼女の川肌の上を這い回り始めるかと疑われるくらいご承知の見方もございましょうが全国の各大学や 専門学校の研究用の解剖死体にはこうした種類の死体がよく持ち込まれるのでございます。ことにこの旧大に収容されるのは同地方に多い炭鉱や紡績その他の工場または摩擦なぞへ誘拐虐待された者または自殺者高炉描写などの各種類にわたっておりまして中には引き取り人のないのも珍しくありませんが旧大側では そんなのを片っ端から研究材料にして切り散らした挙句大学付属の仮装場で焼いて骨にして五円の香典を添えて遺族に引き渡すまた引き取り人のないものは共同墓地へ埋めて年に一度の供養放泄を執り行うことになっておりますのでこの死体もそうした種類の一つと考えられるのでありますこう申しますうちに死体の全身を手早く検査し終わりました若林博士は 今一度ほおっとばかりあえぐようにため息しつつ覆面越しに顔の汗を抑えておりましたがやがて部屋の隅の洗面器のところに近づいて水道栓から直接にごくごくと水を飲んではむせ返り呼吸を落ち着けては水を飲んでしばらくの間は息も絶え絶えに咳入っております長年の肺病にとらわれて衰弱に衰弱を重ねております同博士にとりましてこれだけのろ作は どうばかりかつらく。骨身に応えたことでしょう。けれども、銅博士の会より入れて会に入る仕事は、まだ半分も進行していないのでございます。ほどもなく洗面器のところから引き返しました若林博士は、まず死体の足のところにボール鉢を置いて、そこに取り付けてあります水道線のホースを包んで、死体の脚部から背中へかけた解剖台面に水を放流し始めました。ついで今一つのボール鉢に湯を取りまして、 スポンジと石鹸を使いながら、解剖大丈の少女の虐殺死体を、隅から隅まで丁寧に洗い清めましたが、ついでその皮膚の全面を、ガーゼとダッシメントですっかり拭い乾かしますと、その貧しい赤茶色の髪の毛を真二つに引き分けて、そばに光り並んでいるメスの一つを取り上ると見る間に、死体の眉間のところをぶすりとひとつき、それから次第に後頭部に至る頭の皮を、 一直線にキリキリと切り開いていきましたところで多少ともにこの方面に関する知識を持っていられる方は定めしここで親と思われることと存じます若林博士のこうしたやり方は普通の場合における死体解剖の手順になっております胸部、腹部から頭部、次に背部という順序を無視して頭部から始めていることになりますからそもそも古今の名法医学者若林博士は何のの目的の下に このような勝手気ままな順序を持てメスをふるい始めたのかと疑う間もなく414号の少女の頭の皮は巧みにくるりと裏返しにされまして初詣と一緒に靴下を脱ぐように両目の下まで引き下ろされました次にその下から現れました白い坊主頭をのこぎりで鉢巻き系に引き切りました若林博士はその下から現れた脳髄を器用な手つけでバサミを使いながら少子の皿の上に取り出しますと。 そこで同博士一流の念入りな調査を試みるかそれとも標本にして取っておくのかと思われましたがこれがまた案に相違してまるでビフテキかオムレツでも取り扱うような無関心さで皿の中の脳髄をくるりと宙返りさせますとそのまま球の空洞に収めまして頭蓋骨をかぶせて皮と発毛をくるりと覆うて針と糸を迅速にさばき働かせつつ 荒っぽく縫いい合わせてしまいましままた。これは意外である一種の狼藉とも見るべき所業である幻覚法制をもて聞こえた若林博士は「なぜに今夜に限ってかような不正意を極めた死体解剖を試みるのであろうか」と疑いの目を見張っているうちに「死体は間もなくごろりとうつむけにひっくり返されました」と見ると傷だらけの背筋の中央 脊椎の左右の筋肉がエンジン灯で持ってゴリゴリと切り開かれましたそこから二股ののこぎりを包んで左右のあばら骨を切り除けた若林博士は取り出した背骨を縦に芯二つに切り開いただけでろくに検査もせずに元のところにあてがいまして太い針でブスブスと縫い合わせてしまいましたその一気化成的な存在さというものはやはり前と同じことなので次に若林博士は今一度 死体を仰向けにして、汚れたところをざっと洗い清めてから、腹部の皮の厚さを抑え試みている、と思ううちに、新しいメスをキラリと取り上げて、陰頭のところをブスリとひとつき、父の間から水落ち腹部へと切り進んで、へそのところを左へ半回転、恥骨のところまで一息に切り下げて参りますと、まず胸の軟骨を離して胸骨を取り除け、両手を敏活に働かせつつ、 胸壁から下へ腹壁まで開いてまいりましたが、ただ一頭で腹壁、腹膜が同時に切り開かれておりまして、内臓には一点の傷もついていない、五臓六腑の配置が歴々整然として、青白い光に輝き濡れている光景は、気味悪いと申しましょうか。ものすごいと形容いたしましょうか。その肺臓の一面に現れている黒い汚染は、 この少女が炭鉱労働に従事しておったことを表しその致死の直接原因と見られる肝臓の破裂と内出血はこの少女に加えられた虐待もしくは迫害がいかに激烈であったかを証明しているのでありますがしかし若林博士は姿も変わらずそんなことには目もくれませぬただそれらの内臓の一つ一つを手当たり次第に回転させたりかき乱したりしただけで。 その最後に胃袋と大小腸と膀胱とをほんの形式だけ切り破る謎あらゆる検査の真似方だけを終わりますと普通の解剖のように各臓器の一部当てを標本に取るようなこともせずにまたも太い針と浅い糖を取り上げまして下腹部から順次に咽頭部まで縫い上げていきましたがその間における刀の古い方の思い切って残忍痛烈なこと。 その針と糸の使い方の驚くべき巧妙迅速を極めていることそうしてその手つきや態度に現れてくるたまらないほど辛辣な満足の罠なきそれはこうした仕事によってある深刻痛烈な欲望を満足させつつある精神異常者そのままの表現ではないかと疑われるくらい戦国からかような一挙一動を詳しく見ておいでになりました諸君は もはやはやっっききりとお気づきになっていいるでございましょう今や若林博士の態度はその平成の冷静早朝な物腰を全然失ってしまってほとんど別人かと思われる残忍国烈なかつ一種異様な興味に駆られた元気はつらつたる人間に変わってきておりますことをしかしこれは決して怪しむべき現象ではありませぬ昔からある仕事の大家とか またはある技術の名人とか天才とか呼ばれる人間が自分の仕事に熱中してまいりますとその疲労から来る異常な興奮と超自然的な神経の差異が生み出す猛核等によって平成とはまるで違った心理状態になって一見極めて非常識に見えることに深刻な興味を持ったりまたは変態回帰を極めた所業を平気で演じていく例は随分たくさんに伝わっておりますので。 イワンや若林博士のような特殊な体質と頭脳を持った人間が多様な古今に類のないであろう事業暗黒の中に絶世の美少女の仮死体を蘇生させるという限界微妙な仕事が済むと間もなく今度は世にも珍しく無たらしい少女の虐殺死体を無に無さんに切りさいなむという異常を超越した異常な作業にかかっているのですからその神経がどんな程度にまで更新して その心理がいかなる方向に変形してきているかは到底常人の想像しうるところではありますまい。そうした不可解な心理を包んだ黒かい人物、若林博士は、かくして間もなく、少女の恐怖部を、陰頭のところまで縫合せ終わりますと、最後にひときわ鋭い小型のメスを取り上げて、414号の少女の顔面に立ち向かいました。まず、右の目の縁へ作りとメスを突き立てますと、 あたかも同博士独特の毒物の反応検査を試みるかのように両目をぐるりぐるりとえぐり出してしまいましたが例によって別に眼底を改めるでもなくそのまますぐに元の眼下に押し込んでしまいました次にはその中間の微量を奥の方の粘膜が見えるところまでガリガリと立ち割りましたそれから唇の両端を耳の近くまで切り裂いて咽頭が現れるまでがっくりと下顎を引き下ろしました 死体の顔はかようにしてとても人間とは思われぬまでに変形してしまいましたがこれをまた元の通りに一箇所ごとに縫い合わせました黒子の巨人はほっと一息する間もなくガーゼと海面を取り上げてアルコールをたっぷりと含ませながら汚れたところをいちいち丁寧に拭い上げますとやがて今までとはまるで総合の変わった誰が誰やら分からぬ奇妙な格好の死体が一個出来上がってしまいました。 国威の博士はここでやっと一息入れますと解剖台の上と下とに横たわる2人の少女の肉体を繰り返し繰り返し見比べておりましたがそのうちに二重の手袋を左右とも脱ぎ捨てましてそばの机の上にある元蓮白いものを手のひらで解きながら一滴も見よさないように注意し,し414号の少女の顔両肩両腕と腰から下の全部にお化粧を施し始めました。 ところでその手付をご覧くださいいかがです粗い縫い目やまたは毛髪の生え際などにおしろいが停滞しないように注意しつつデリケートに指を働かせていくところはいかにもかような化粧品を扱い慣れている手付けではございませんかこれはおそらくこの博士が自身に何回となく変装をした経験があるせいではございますまいかそれともこの博士の利面的性格から来たくじを知らぬ変態的趣味と 法医学的研究趣味とが相まって伝え聞く数千年前のミイラの化粧式な怪奇趣味にまでずっと以前から好調しておりましたのが可用な機会に暴露したものでございましょうかいずれにいたしましてもあのように青黒いまたは茶色に変色した虐待致死の犯痕をのこで覆うて皮膚のシワや包帯の跡を押し伸ばし押し伸ばし大白いを施していく手際などは実に驚くべきもので。 多分誘惑のやり手バーが、将棋の病毒を隠蔽する手段謎から学んだものでございましょうか。とうとう色の黒い、傷だらけの少女の肌を、色の白い少女の皮膚の色と変わらない程度にまで綺麗に塗り上げてしまいました。それから口紅、頬紅、眉墨、粉お白い謎を変わる変わる取り上げて、身体各部のごく細かい色の変化を似せて、 大小の国志までを一つ残らずモデルの通りに染めつけた上に全身の極部極部の毛を床の上の少女と比較しつつ理髪師も及ばぬくらい巧みに染め上げていちいち行為を施しました。と思うと今度は手近い机の引き出しを開いて赤青紫その他の謙虚用のアニリン染料を梅鉢型のパレットに取って新しい筆でちょいちょいちょいと配合しながら 首の周りの考察のまだらンを実物と対照して寸分違わぬ色と形に染みつけ始めましたがこれとても実に巧妙聖地を極めたもので浮き上がったようなミミズハレやトカゲのような血板が見ているうちに首の周りを取り巻いてしまいましたしかし黒海人物の黒海事業はまだまだ進行する模様でございます黒海人物は それから大急ぎで二重の手袋を目直つしましりその包帯でもって化粧済みの死体の顔から頭へかけて真っ白に巻きつぶしてしまいましたが続いて首肩上白部胸腹部両足という順序に全身をぐる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 と巻き上げますとご覧の通りミイラの出来損ね感または。 子供の作るてるてる坊主のラタイン坊を見るような姿にしてしまいましたそれから今度は願の蓋の上に寝ている美少女の派手な下着をへぎ取って白坊主に着せましてその上からヒカノコ絞りの小機体をキリキリと巻きつけてやりましたがその姿の奇妙さ滑稽さそうしてそれと向かい合って見下している黒怪人物の今さらに目に立つ物々しい用意さ しかしまだてるてる坊主の死体には、節の高いカサカサに荒れた両手が、ニュート突出されたまま残っております。これをどうしてごまかすかと見ておりますと、さすがは絶対の怪人物、国威博士です。何の造作もないこと。その両腕の肘の関節をポキンポキンと押し曲げてちゃんと合掌させて、白木綿でしっかりと縛り包んでしまいました。なるほど。これなら大丈夫と思ううちに、 これも同じく隠し用のないままに残されていたひびだらけの足のかかとも、美少女の小さな旅の中に無理やりに押し込んでひしひしと小はぜをかけてしまいました。そうしていよいよ強直してしまった、生めかしい姿の白坊主をやっとこさと抱き上げて、値段の中にそっと落とし込んで、三枚重ねの振袖と打ち掛けを逆さに着せて、糸錦の帯で巻き立ててやりますと、今度は多量のスポンジというと、水と、 石鹸とアルコールとで解剖台面を残るくまなく洗い清めましたその上に意識を回復しかけている美少女の羅針をそろっと抱え上げましてその下敷きになっていた分厚い棺の蓋をてるてる坊主の上からしっくりとあてがってその上を白衣の覆いですっぽりと覆い包んでしまいましたしかし黒怪人もののけ事業はまだ残っておりましたしかも今度こそは その黒怪手湾中の黒怪手湾を表す本当の怪事業とでも申しましょうかここで寝願と解剖台との間に突き立ってまたもホッとばかり肩をおののかして一息しました黒子の巨人はやがてまた大急ぎで手袋を脱ぎ捨てますとまずバサミを取り上げて解剖大上の少女の長やかにふさっとした頭髪をかき分けながら真ん中あたりの髪の毛を一つまみほどぷっつりと切り取りました それを机の引き出しから取り出した板紙でくるくると包みまして同じ抽室から出した死体検案書のすり物や23の文房具と一緒に戦国の死体台帳の横に置け並べましたがやがて鉄製の円形腰掛けを引き寄せながら新しい筆を取り上げて墨汁を含ませますと今の板紙の包みの上にうやうやしく「威発」「くれもよどのと書きましたそれからちょっと時計を出してみながらじっと考えている様子でしたが。 死体検案書の書き込みの方は後回しにする決心をしたらしくそっと横の方へ押し使かって死体台帳の方を繰り広げますとその中央に近いところにある414号7と書いた1枚を他の書き込みの行列と一緒に丁寧に破って抜き取ってしまいましたそれから別の皿へ墨汁を溶かしていろいろの墨色を作りながら破ったページ文字とそっくりの筆跡で十数個の死体に関する名前 年月日番号等を書き入れてまいりましたがその中でも今の414号7に関する書き込みは全部飛ばして次の423号4の文を記入していちいち若林という認め印を押してしまいましたすなわち今しがた値段の中に収められたばかりの少女の変装死体に関する記入は かくしてこの死体大腸から完全に追い出されてしまったわけでございます。諸君はここに起きてか、今までの若林博士の苦心三端の解処行のいちいちが、何を意味しておったか、ということを、ことごとく明白に理解されたでございましょう。美少女、呉もよこの身代わりとなって、棺の中に収められておりますのは、もともと身寄り頼りのない、幸恵も知らぬ少女の虐殺死体で、 こちらから通知を出さない限り遺骨を受け取りに来る気遣いのない種類のものであることが容易に察せられるのであります。一方に当大学内に起きて死体解剖を行われました人間の身のものは大抵その翌日のうちに遺骨を受け取りに来るように通知が出されるのでありますが実は解剖が済みますとすぐに裏手の松原にある当大学専用の仮想場の妊婦が受け取っていって 立人も何もないままにダビに付して、倍のようになった骨と、保存してあった遺髪だけを受け取りに来たものに引き渡す、という、一般の仮装の場合とは全然違った、信用一点張りの制度になっておりますので、死体の替え玉に気づかれる心配は万に一つもないと言ってよろしい。もっとも、その仮装以前にやってきて、今一度、死人の顔を見せてくれと要求するような、 取り乱した親たちがないという断言はできないのでありますがたとえそのような場合があるにしても彼のめちゃめちゃに縫いつぶした顔を見せたら見た目と見うるののものはまままずありますまい。ただし唯一つここに懸念されるのはその筋の係官や関係意思などが今一度念のために見聞に来る場合でありますがこれほどに二重三重の念を入れて巧妙 精緻な手を入れた外玉であることを、どうして見破り得ましょう。いずれにいたしましても、その人格に起きて、またはその名声に起きて、天下にサクサクたる若林博士が、旧代医学部長の職権を利用しつつ、念を入れすぎるくらいに念を入れて仕上げた仕事ですから、誰が偽典を挟みえましょう。どこに手抜かりがありましょう。旧代、死体冷蔵室の死体紛失事件が、 若林博士以外にはたった一人しかいないがかりの委員に不審の頭を傾けさせたまま永久の闇から闇に葬られていく自分には行方不明になった少女の虐殺死体はすでに一変の白骨となって立派な墓の下に葬られて公業を手向けられているわけであります同時に現在規則を回復しつつある解剖大上の少女呉もよコと名付け来る美少女は 戸籍面から抹殺された生きた亡者となってあの蒼白長大な若林博士の手中に握り込まれつつ呼吸することになるのでございますがしかしそれが後になって何の役に立つのか若林博士は何の目的でこの少女を生きた亡者にして終わったのかその説明は後のお楽しみと申し上げたいのですが。 実はこの時までは天井裏から覗いておりました正木博士にもさっぱり見当がつけておりませんでしたのでおそらく諸君とてもご同様であろうと思いますがしかし同時に新聞史上で迷宮破りとまで称賛されている絶対のものすごい頭脳の持ち主若林京太郎博士が過ほどの惨憺たる苦心と超常識的なトリックを用いて挑戦しつつある事件の内容。 もしくはその犯人の頭脳がいかに回帰と不可解を極めた凄絶なものであろうかという事実についてはもはや十分十二分のご期待ができていることと存じます。しかもこのご期待に背かない事件の驚くべき内容とその過程の具体的なものが順序を追うて諸君の眼前に展開してまいりますのはもはやほどもないことと思われますのですなわちご覧の通り 事件はもはや既に九大法医学部解剖室内の黒海人物若林博士の手に落ちているのでございます。そうして同博士は今や一代の知能と勢力を傾注しつつその怪事件をした理面の怪人物に対する戦闘準備を整えているところですから。さてかようにして死体台帳の書き換えを終わりました若林博士は。 その大腸を無記入の死体検案書と一緒に無雑作に机の上に投げ出しました疲れ切った体を起こして室内に散らばっているガーゼスポンジ脱脂綿などを一つ残らず拾い集めて文房具化粧品等と一緒に新しい晒し布に包み込んで包帯で厳重にくくり上げてしまいました多分どこかへ人知れず陶器してできる限り今夜の仕事を秘密にする経緯でございましょう 414号の死体の各局部の標本を取らなかったのもそうした考えからではなかったかと考えられます。こうした仕事を終わりまして今一度そこいらを念入りに見回しました若林博士はやがてそばの机の上に置いた新しい看護婦服と白木綿の着物を取り上げてまだ麻酔から水にいる少女に着せるべく解剖台に近づきました。が若林博士は思わず立ち止まりました。 手に持っているものを取り落として背後によろめきそうになりました今さらに目を見張らせる少女の全身の美しさいな最善の仮死体でいた時とは全然違った清らかな生命の光がその一呼吸ごとに全身に輝き満ちてくるかと思われるくらいその方は唇はかぐわしい花びらのごとくまたは甘やかなジェリーのように暖かい血の色によみがえっております 中にもその藍づらかな格好の乳房は神秘の国に生まれた大きな貝のむき肉か謎のように生き生きとしたバラ色に盛り上がって高校たる巧妙の下に夢うつつの心をほのめかしております冷たい物々しい旧大法医学部死体解剖室の大理石板の上にまたと再び見いだされないであろう節制の美少女の麻酔姿地上の何者をも平服させてしまうであろう その清らかかなな胸に波打つふくよかな呼吸その呼吸の香りに弱されたかのように若林博士はひょろひょろと立ち直りましたそうして少女の呼吸に共鳴するような弱々しい喘ぎを黒い肩の上で波打たせ始めたと思うと上半身をそろそろと前に傾けつつ力なく罠なく指先でその顔の黒い覆いを額の上にまくり上げましたおお<う>その表情のものすごさ 白熱光下に現れたその長大な顔面は、解剖大丈の少女とは正反対に、死人のように疲れ緩んだまま青白い汗に濡れ、くたれております。その目には極度の衰弱と、極度の興奮とが、熱病患者のそれのごとく血走り輝いております。その唇には普通人に見ることのできない黄色ーーが、病的に干からびついております。そうした表情が黒い髪の毛を額に粘りつかせたまま、 こめかみをひくひくと波打たせつつ黒装束の中から見下している彼はこうしてしばらくの間動きませんでした何を考えているのか何をしようとしているのかわからないままと見る中に突然に彼の右の目の下が深いシワを刻んで引きつり始めましたと思う間もなく顔面全体にその痙攣の波動がひくひくと拡大していきました泣いているのか 笑っているのか判然らないまま、容姿のように青ざめた顔色の中で、左右の赤い目が代わる代わる開いたり閉じたりし始めました。何事かを喜ぶように、黄色に乾いた唇が狼のようにがっくりと開いて、白茶げた舌がその中からだらりと垂れました。何者かをあざけるように、それは平勢の禁言な、紳士的な若林博士を知っている者が、夢にだも想像しえないであろう別人の顔。 彼がたった一人でいる時に限って現れる悪魔の形相けれどもその中に彼はそろそろと顔を上げてまいりましたいつの間にか乾いている額の乱髪を両手で押し上げつつ青白い瞳を上げて頭の上に輝く4個の電球をにらみつましたその呼吸がまたも次第次第に高くあえぎ始めましたその方に一種異様の赤みがほのぼのと差し始めました 空中のあるものと物語っているかのように目を細くして腹の底から低い気味の悪い音を立てつつキレギレに「あはあはあはあハ,ハ,ハ,ハと笑っておりましたがやがてその唇をじっと噛んで美少女の寝顔を見下しますとわなわなと震える指を差し上げて頭の上の伝統のスイッチを1つ2つ3つと切って最後に4つ目をパッと消してしまいました。 しかし室内は元の暗黒には帰りませんでした閉じられた窓の鎧扉のわずかの隙間から暁の色がしらしらと流れ込んで室の中のすべてのものを海底のように青々と透き通らせております呆然とその光を見つめておりました彼はやがてその両手の指をわな泣かせつつぴったりと顔に押し当てましたよろよろと背後によろめいて壁に行き当たりましたそのままずるずると床の上に座り込みますと 失神したように両手を床の上に落として、両足を投げ出して、ぐったりとうなだれてしまいました。その時に解剖大上の少女の唇が、かすかにむずむずと動き出しました。ほのかな、夢のような声を漏らしました。お兄様、どこに、要案、字幕、正木若林両博士の会見、説明、次に映写し出されましたるわ。 九州帝国大学精神病学教室本館会場教授室における正木博士の居眠り姿でございます。時は大正15年の5月2日、すなわち前回の映画に表しました若林博士の死体すり替えの場面が、正木博士の天然食浮きで発生映画カメラのフィルムに収められましてからちょうど1週間目のお天気のいい午後のことでございます。 教授室の三方の窓には強い日光を受けた松の緑がまぶしく波打っておりまして早くも暑苦しい松ゼミの声さえ聞こえてくるのでありますが南側に並んだ窓の一つ一つには五分絵の色をした五月晴れの空が横たわってその下を吹く明るい風が木下工事中の開放治療場の作業の音を次から次に吹き込んでまいります。正面のの大拓と大とと暖炉との中間にある 巨大な肘掛け回転椅子に乗っかった正木博士は白い診察服の右手の指には巻きの消えたのを挟み左には当日の新聞紙をつかみながら美眼鏡をかけたままコクリコクリと居眠りをしておりますとんと外国の漫画に出てまいりますへポコドクトルそのままで読み差しの新聞の裏面に花嫁殺し迷宮に入るという表題が書号三段抜きで掲げてありますところを特に大写しにしてご覧に入れておきます そのうちに大暖炉の上の電気時計の針がカチリと音を立てて3時3分を指しますと大学の押し着せを着た四十格好の頭を分けた小遣いが一葉の名刺を持って入ってきてうやうやしく正木博士の前に捧げました扉の閉まった音で目を覚ました正木博士はその名刺を受け取ってちょっと見ますといかにも不機嫌らしく両目をへこませました「なあんだ何遍言って聞かせてもわからないと変木だ」 馬鹿丁寧にも程があるこれからこんなものをいちいち持ってこなくとも黙って勝手に入ってこいとそう言えと言いながらその名刺を大託士の上に投げ出しましたなかなか威張ったものでそのまま目を閉じてまたもうとうとと眠りこけておりますところへ青いメリンスの風呂敷を1個大切そうに抱えた若林博士が長大なフロック姿を音もなく運んで入ってきまして 正木博士と向かい合っ矮小しな正木博士が大きな椅子の中一パイにはかっているのに対して巨大な若林博士が小さな椅子の中にうやうやしくかしこまっている光景はいよいよ絶好の漫画材料でございます」とやがて若林博士は例によって持病の席に引っかかりまして白いハンカチを口に当てたまま5本5本と苦しみ始めました。 正木博士はその騒ぎでやっと目を覚ましたものと見えまして新聞と葉巻を空中にやーっと差し上げて目の前の若林博士はもちろんのことこの質も九州大学もしまいには自分自身までも一のみにしてしまいそうな素敵もない大あくびを一つしましたかくして事件勃発以後における2人の博士の最初の会見はこの大あくびによって乾きられたのでありますが。 続いて始まる2人の会話が表面から見ますと何らの格意もないように思われまするにもかかわらずその理面には何かしら互いに痛烈な皮肉を含ませてできるだけ深刻に相手を脅威すべく火花を散らしているらしいことにお気が付かれましたならばこの事件の内面に横たわっている暗流がいかに大きくかつ深いものがあるかをご推察になるのに十分であろうと信じまする次第でああっと。 いやとうとうやってきたね。ははははは、は、多分もうやってくる自分だと思っていたが。はあ、ではもう、事件の内容はご存知なので。知っているぐらいじゃない。これだろう。花嫁殺し迷宮に入る。という、無論記事の内容には与多が多いだろうが。さようで。しかし私がこの事件に関係いたしておりますことは、どうしてご存知で。なあに。 この間一寸用事があって君に電話をかけたら、午後の講義をぶっつぶして自動車でどこかへ吹っ飛んでいったというからさては何か始まったなと思っているとその日の夕刊に結婚式の前夜に花嫁を締め殺すとか何とかいう特号師団抜きか何かの記事が出たからさてはこの事件に引っかかったなと察していたわけなんだがねなるほどしかし今日私がこちらに伺いますことは どうしてご存知で。うん。それは今日かいつか知らないがきっと来るには間違いないと思っていた。というのはこの事件は、ほら、例の心理遺伝に違いないと最初から睨んでいたからね。君が調べ上げて我輩のところへ持ち込んでくるのを実は待っていたわけだ。はははは。恐れ入ります。お察しの通りで、実は私は2年前からこの事件に関係いたしておりましたので。え、2年以前から。 でふ2年前にもこんな事件があったんかいはいそれも同じ少年が実母を考察いたしました事件でウーム同じやつが同じ手段でしかも実母をウーム実はその時にこちらから進んで事件に関係いたしました私はこの事件の犯人は別にいるこの少年が殺したのではないと主張いたしておったのでございますが。 その犯人がその後どうしても見つかりませぬ。君の敬願をもてしてかい。お恥ずかしい次第ですが、このような難解な事件に接しましたことは、私も生まれて初めてで。なんと説明いたしたらよろしゅうございましょうか。反責が歴然といたしておりながら、犯人がいた形跡がないとでも、ふっ、面白いな。でございますから。 その少年が前回の実母考察事件で無罪と相成りました後も私は決して安心いたしませんで、何とかして犯人の目星をつけたいと考えました結果、被害者の実の姉で少年の叔母にあたるやよ子というものや、警察方面とも連絡を取りまして、もしこの後に、この少年の起居動作、または一心上の出来事謎に少しでも変わったことがあったら、ちょっと知らせてくれるように頼んだり謎いたして、 絶えず注意を払っていたのでございますが、とかくする中に2年後の今日と相なりますと、果たしてまたも同じ少年が、今度は自分の叔母にあたるやよこの娘でしかも自分の花嫁となるべきくれもよこという少女をその結婚式の前夜に考察いたしましたので、2年前の実母殺しも、やはりこの少年が、同じような精神病的発作に駆られてやったものに違いない、というようなことになりました。おかげで2年前に、 この少年の母を殺した犯人は別にいる、と申しました私の言葉は、目下のところすっかり信用を失っておりますようなわけで。あはははは、痛快痛快。そう来なくっちゃ面白くない。君の腕試しにはもってこいの事件らしいね。いや、どうも、腕試しどころではございませんので、実は私もこの事件を、かねてからご指導によって研究いたしております。精神科学的犯罪の高研究材料と信じまして。 一つのことを三つも四つもの各方面から調査いたしまして、すっかり書類にしておいたのでございますが、この風呂敷包みの中のがそれで、うわ、恐ろしいタイプなもんじゃないかそれゃ、事件が始まってから、まだ一週間しか経たないのによく、それだけの書類が。いや、この中には、二年前の事件に関する調査書類も一緒になっておりますので、また今度の事件の分も、 いいついつ私が渋滞に陥りましても差し支えないように調べる片端から不眠不休でノートにいたしてまいりましたのですがおかげで持病のぜ息が急に悪化しまして帰化もない私の余命が一層頼りなくなったような気がいたします。うむそういえば近来急に影が薄くなったようだ気をつけなくちゃいけないぜミイラ取りがミイラ式に自分自身が精神科学の幽霊になったんじゃ。 りのつけようがないから、ね、アハハハハいやご苦労ご苦労ところでその包みの上に巣張り返っている四角い箱は何台そりゃはいこれが今回の心理遺伝事件の暗示に使われました一巻きの絵巻物で箱は私が指物屋に命じて作らせたものでございますそのご一郎と申す青年は誰かにこの絵巻物を見せられた結果精神異常をきたしたものに相違ないと考えられるのでございますが 今も申しますとおり当局者と私の見込みが全く違ってしまいましてご一郎の精神異常は自然的の発病かもしくは精神病者を装っているものと認められておりますためにこの絵巻物を当局者に参考材料として見せましても頭から一生に伏しているのでございますしかしまた一方から申しますとそのおかげでかような貴重な参考材料が 都合よくこちらの手に入りましたようなわけで。あはははは。そいつはよかったね。君がその風鎖で、警察や裁判所のやつ等の前にそんな巻物を持ち出して、そもそもこれが恐れ多くももったいなくも、正木博士独特のご研究にかかる前代未聞の新学理、心理遺伝の暗示材料でござる。謎言い出したら、大抵面食ってしまったろう。よくヤシと間違えられなかったね。あはははははは。 ははははは、<laughs> いや実は例の隠蔽になりませぬように形式だけ見せたのでございますが、実はこちらのものにしたくてたまりませんでしたので、いかにも、そこにぬかりはない男だからね。いや、どうも。ところで今日の用事というのは、その書類と事件とを我が輩に押し付けに来たんかいはい、それもございますが今一つ。現在、花嫁殺しの犯人と目されて、 福岡土手町の未決官に入れられております少年、五一郎の精神鑑定がお願いいたしたいので。うん、あの少年会、あの少年の精神状態なら新聞記事だけで大抵様子は分かっているよ。いわゆる発作後の健忘状態というやつだ。つまりその絵巻物の暗示か何かで精神異常をきたした結果、ある夢中湯行を起こして、花嫁を殺したりしているやつを。 無理やりに取り押さえて夢中遊行を中絶させようとしたために大暴れに暴れだした。そうしてそんな興奮から来た神経細胞の極度の疲労のために発作以前にも遡ったあらゆる過去の記憶が叩きつけられて活躍不能になってしまった。すなわち逆光性健忘症に陥ったというぐらいのことは新聞記事を読んだだけでちゃんと見当がついている。そこいらによくあるやつで。 何も別に我輩を呼び出さなくとも君が説明してやれば、それでたくさんだと思うがね。はい、それがその、今度の事件では私の信用が大得りまして、私の鑑定だけではまさにならなくなりましたために、裁判所の方でも弱っておりますようで、ことによると五一郎少年は殺人狂ではないか、謎と申しておるようでございますが、フーム、そいつは返しからんな、素人とは異常以上。 司法官のくせに無知にも程がある。第一殺人狂なぞいう精神病がこの世の中に存在すると思っているからして人を馬鹿にしているじゃないか。人を殺したからといって、すぐに殺人狂だなぞいうのは、古殺と暴殺とを一緒にするよりもひどい間違いだぜ。それはそうで。そうだとも、君なぞはとっくに気がついているだろうが、精神病鑑定の参考材料としてその発病前後の言動がいかに有力なものであるかということは、 ちょうど犯罪検挙における権疑者の犯行前後における言動と同様だということを今の学者は一人も知らんから困るのだ精神描写というものはいくら気違いだからといって決して無茶苦茶な乱暴の仕方をするものでないその発病のきっかけとなった刺激心理遺伝の内容精神異常状態の深さ等によってきっちりとした筋道を立てていろんな脱線をしていくもので。 その間に差しのごまかしもないから、普通人の犯罪の後なんぞよりもずっと合理的で順序が立っている。ことに人でも殺したとなると、その強行の前後の様子は、普通の犯罪以上に有力な参考として見なければならぬ。おもっともで、初めて伺いました。この理屈を知らないもんだから、人を殺すと、いきなり殺人狂なぞいう名前をつける。二人も殺すとなおさら間違いないことになるんだ。 なるほど人を殺したという結果から考えると、殺人教とでも言えるかもしれないが、その殺人教が寒暖計の代わりに人間の頭を叩き割ったものとしたらどうだい。はははははそれでも殺人教と名付けうる学者があったらお目にかかるよ。精神描写から見ると自分以外の存在は、人間でも、動物でも、風景でも、天地板象の一切合切がみんな影帽しか。 または動く絵ぐらいいにしか見えない場合がある例えば赤い絵の具が欲しいという欲望が起こればその精神描写は他人の頭を叩き割るのも赤いアルコール入りの寒暖計をぶち壊すのも同じことに心得ているのだからねその真実の目的が赤い液体を手に入れて赤い花の絵を描きたいためであったと分かれば決して殺人狂なぞいう名前は付けられないであろうだから我が輩の目で見ればこの少年の教皇も「 目的は他にあると思う。還元すれば、この少年を支配している心理遺伝の内容次第だ。思っともで、実は私も、そんなことではないかと思いましたので、これは全然私の畑ではない、先生のご両分と存じまして、かようにご参考用として、関係書類を全部持参いたしましたわけでございますが、それになお、今一つ、この事件に関する疑問の最後の一点だけが、 当然私の受け持ちになっておりますのでその点にって特にご援助を仰ぎたいために今日実はお伺いいたしました次第でフームんだか話が恐ろしく緊張してきたね何だいその最後の一点というのははいそれはこの絵巻物を使ってご一郎に暗示を与えた人間あなるほどねそんな人間がもしいるとすればそいつはとても素晴らしい親式の犯罪者だよ 確かに君の受け持ちだね。そいつを探り出すのは、作よで、けれども、この位置点が今のところでは皆目わかりませぬために、事件の全体が隅から隅まで、神秘の雲に奥深く包み込まれた形になっておりますので、そりゃそうだろうさ。心理遺伝に支配された事件は大抵神秘の雲に包まれたっきり、わからず自前になるのが、昔からの吉礼になっているんだからね。 新聞に出たやつだけでもどれくらいあるかわからん。しかし私が考えますと今度の事件に限ってはその神秘の雲を破りうる可能性がありますようでと申しますのは外でもございませぬ。その最後の疑問の一点というのは必ずやその少年の記憶の底に「やわかったわかった。重々愛分かった。つまりその少年の精神状態を回復させたら」。 その絵巻物を見せてくれた人の顔や姿を思い出すだろう。だからその記憶を探し出す目的で、とりあえず精神鑑定をやってくれというのだろう。さようで、まことに恐れ入りますが、こればかりは、どうしても私の力に及びませぬので、いや、わかったわかった、重々愛分かった、さすがは一代の名法医学者だ、良いところへお気がつかれました、かねハハハハ。<laughs> いや引き受けた確かに引き受けたどうも誠にうんうん心得た心得た万事心得たもはやこの事件をすっかり頭から取りって悠々自適のうちにビタミンを摂取したまえ。いやビタミンといえばどう大一つ今から吉塚へうなぎを食いに行かないか久しぶりに「はい」と言っても飲むのは我が輩だけだがまあいいや この事件に対する君の異論の意味で。はい。それはどうも。しかし、その少年の精神鑑定にはいつごろご出張願いましょうか。私から裁判所へ通告いたしておきますが。うん。それあいつでもいいよ。何も面倒なことじゃない。その少年の面を立った一目見ただけで。これは殺人狂でも偽狂でもござらぬ。しかし、なお細かい鑑定のために入院させる必要がござるというので。 この精神科へ連れてくる手はずが今からちゃんと決まっているから他愛ないね若林博士の評判値に落ちるに反してまさきの名声流々たりかねハハハハハ恐れ入りますではこの書類はどういたしましょうかあそいつは我が輩が預かるんだっけねはてどうしようかうんいいことがあるこちらへ横したまえこのストーブの中へ投げり込んで こうして蓋をしておこう今年の冬までは火を焚く気遣いないからねお釈迦様あでも気がつくめときやがったはあそれは何のコ色ですかコ色じゃない陽極肝心調の一節だ法医学者のくせに何も知らないんだなあ君はアハヨアンオーヤオーヤナーアンの骨体天然色浮きで発生活動写真がとうとう会話ばかりになってしまった これじゃ下手なラジオか蓄音機と一緒だ。滑弁もやってみるとなかなか楽じゃないねいちいち「ございます」とくっつけるだけでも大変なお手数だつい面倒くさくなって「ございます」を抜きにしようとするもんだからこんなことになるんだがおかげで少々くたびれたから今度は一つ「ございます」抜きの「説明いらず」という映画をご覧に入れるいな説明いらずどころではない「スクリーンいらずの映写機いらずのフィルムいらずの」 これを要するに何も彼もいらずの映画と言っても差し支えないというとてもドイツ製の無字幕映画なぞいう時代遅れな代物が追いつく話ではないというのはどんな代物かというと種を明かせば何でもないすなわち今の若林くんが我が輩に引き渡して我が輩が空ストーブの中に放り込んでおいた一件の調査書を我が輩が後から読んで要点だけを抜き書きにして 自分一個の意見を書き加えたいわゆる抜粋の各ページを一枚ごとに順序を追うて映画としてご覧に入れるのだというとまたどえらい手数がかかるようだが実は何でもないただその抜粋の原本をこの遺言書のここんとこへ挿入しておくだけの手数でえへん諸君もただそれを読むだけで訳が分かるという我が輩最近の発明にかかるトリック映画だ 今にこの式の映画が大流行を来たすと思うからなんならパテントをお譲りしてもよじきご賛成の諸君がありましたらはいただいまちょっとお待ちください実はこの抜粋記録は我輩の心理伝論の中に挿入しようと思っていたものであるがそんな論文の原稿は最前すっかり焼け捨てたけれども特にこの一部だけは残しておいたものだ諸君は今まで我が輩が説明したところによって 現在あっぱれの精神科学者を兼ねた名探偵となってござるわけだからその力でこの記録を読んでいかれたならば徹底的にこの事件の真相をか破してギャフンと参るくらいのことは何の造作もあるまいと思うこの事件はいかなる心理遺伝の爆発に行って生じたものかその心理遺伝を故意に爆発させたものがいるかいないかまたいるとすればどこにいるか そうしてこの事件に対する若林と我輩の態度はこの事件の解決に対していかなる暗示を投げかけているかというふうにね。しかしよっぽど利とふんどしを締めてかからないと駄目だよ。謎と脅かしておいてその間に我輩は悠々とスコッチを煽り、り、バ花をいぶそうという寸法だ。母はは。